したボードにちょっと雑貨を並べてみました。1回目仕上げた時は黒の面積が大きすぎて真ん中に置いた時に、例えばこの洋書がぼんやりと浮かび上がってるようには見えなかったので、ちょっとグレーともう一色の薄めのグレーを足して、結局は黒とグレーと淡めのグレーの3色で仕上げました。なので真ん中に置いた洋書がぼんやりと浮かび上がって、周りの黒がより引き締めてくれてる効果が出たんじゃないかなと思います。はい、皆さんいかがですか。真上から見てみるとそうですね、黒も映っているし真ん中のグレーもぼんやりと浮かび上がっているかと思います。はい、で下地にはテクスチャーといって、細かい砂が入った塗料ですね、ザラザラする塗料なんですけども、それを全面に塗っております。別角度で見てみましょうか。こうですね。はい、さあ、よりで撮ると、はい、ボードだけになるとこういう風に見えます。引いて撮るとこうですね。はい、完成です。